こんにちは、です。今日の動画は最強の鉄板ラバーをグニャグニャにしてみたいと思います。ここにひょうひょうプロ3ターボブルー超硬い鉄板ラバーを用意しました。なんですけど、これこちらの画像の通り補助材料めっちゃくちゃに塗ったくってグニャグニャにしました、はい、これぐらい柔らかくしたら最強のラバーなんじゃないかと思って、今日はこのラバーを仕出していきたいと思います。やっていこう。さあ、行くぞ。はい、それじゃあやっていきたいと思います。グニャグニャの鉄板ラバーです。いきます。軽く打った感じは普段のハーブブルーよりも弾んで食い込んでくる。ドライブ、もっとキンキンに金属音になると思ったんだけど、塗ってめっちゃ柔らかくしてもなお硬いんだよ。これ以上柔らかくできないから金属音が鳴らないね。じゃあちょっとバックでもっていいでしょ。かかるけどって感じだな。なんか茶色の良さが消えた。そう、このラバーの良さって硬いからこその癖玉だったり引っかかりの良さなんだけど、なんか中途半端に柔らかくなった。柔らかいわけでもないし硬いわけでもなくて、飛んでいくボールが中途半端なんだよね。天気に塗ってくった方が相当良かったよ。以上、鉄板ラバーグニャグニャにするってみたんですけど、結論としては中途半端になりました。全くもって中国ラバーの良さが出なかったです。これね、中国ラバーって言ってもひょうひょうプロ3ターボブルーってスポンジは日本製だから、これ中国製のスポンジを使ってる中国ラバーだったら多分塗ったらかなりいい感じが弾むんだよね。ターボブルーの良さは硬いからこその癖玉だったり、インパクト強い時に出るスピード感だったんだけど、それがねすごい中途半端な硬さになって良くなかったです。なのでぜひ皆さんターボブルーを使う時はそのまま使いましょう。あざした。動画をご視聴いただきありがとうございました。動画以上に楽しく卓球の技術や考え方を吸収したい方、完全個室でレッスンを行っております。個人からグループまでレッスンを受け付けておりますので、興味のある方は説明欄に URL があるのでぜひチェックしてください。